はい、それではね、こちらフラックスカラーの、オランダリネンのね、紹介になります。はい、まずねこの生地なんですけども、オランダのリネンということでね非常にこう珍しいリネンになるんですけども、実はねオランダもですね、リネンのねこう名産地になっております。非常にやっぱりこう名産地らしいねこうクオリティの高いリネンをねこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、でこの生地なんですけども、まあ、あの人気のフラックスカラーになります。朝のねやっぱりカラー好きな方いると思うんですけども、やっぱりこう一番人気のねこう使いやすいカラーをねぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、で次にねこれ風合いなんですけども、実はねこれ一回洗ったんですよね。で、あの洗う前でもね十分実はこのリネン柔らかいんですけども、私がねすごくこう感激というかね、あ素晴らしいなと思ったのが、想像以上にね一回洗っただけで風合いがね本当にもう柔らかく変化したんですよね。これは今までのリネンの中でもねトップクラスになるぐらいの風合いの良さをねこう楽しんでいただけると思います。私がね本当にこう自信を持ってねおすすめできるリネンなんじゃないかなと思います。ぜひねこれはねあの洋服にね使っていただきたいなと思います。はい、で厚みなんですけども、厚みはね本当にこう薄すぎず厚すぎずオールシーズンね使っていただけるような、中肉厚になっております。それだけをね変えていただければ、まあ例えばね暑い季節なんかはね、本当にこう夏でもねこう半袖にしていただければ十分ね使えるんじゃないかなと思います。まあ本当にこう柔らかくてね軽くて、あとこうリネンならではの融通度感というかねこうヴィンテージ感がねすごく楽しめるリネンなんじゃないかなと思います。はい、で最後にね生地幅なんですけども、実はここもね特徴がありましてですね、すごくこれ幅広なんですよね。こう150センチありますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。まずこちらフレアラインのワンピース、本当に綺麗にね仕上がっております。こちらねフレアのライン結構たっぷりね入っているんですけれども、着ていただくとこのドレープが全体的に出てとても綺麗な、ね、シルエットで着ることができます。で生地とねこのデザインとても合ってるんじゃないかなと思います。素敵にね仕上がっております。そしてもう一つこちらねジャンパースカートも作ってみました。ね、ジャンパースカートってね便利なアイテムで、これからの季節もねコーディネートのこう主役になれるんじゃないかなと思います。でこちらは襟ぐりのところにねタックがたくさん入っているデザインなんですね。ここでふんわりとしたシルエットになっているんですけれど、こうしたねタックも本当に綺麗にね作ることができています。ね、たくさん入ってても落ち着いたねこうすっきりとしたシルエットでも着ることができるんじゃないかと思います。ね、そしてボトムスも作ってみました。こちらねスカートになっております。で台形スカートなんですけれども、ウエストねアクセントがあるんですね。こちら共布でサッシュベルトを作っています。ね、ウエストに巻いていただくとポイントになるんじゃないかと思います。でねここにもタックが入っていて、真ん中にはねスリットが入っているんです。これ素敵ですよね。大人の雰囲気で着れるタイプになっております。ね、このようにスカートワンピースジャンパースカートとかいろいろなねアイテムにおすすめになっております。すっきりさしたシルエットからふんわりとねジャザーやタックが入ったりとかっていうデザインも作りやすくなっております。ぜひねいろいろなデザインで楽しみながら作っていただけたらと思います。